辛い。では、俊敏のポーション、またちょっといっぱい作ったので、30万まで行きたいと思います。着いた。長かった。よし。それじゃあ、まずちょっとだけ橋を作って、それから新しい家を作りたいと思います。村だけの島、初めて見ました。お宝もらおう、お宝。まあ村自体は普通の村な感じかな。これなんだろう。船？これなんか初めて見たような気がする。で、ちょっと装備を整えて、あの場所にちょっと行ってみたいと思います。よし、これでちょっと行ってみたいと思います。あそこだ。何なのかな、これ。なんかアイテムがありそう。おっ。あ、空気だ。わわわわわわ、あ、え、あ、危なかった。これマグマブロックがないと息できなくなっちゃうのか。あ、そうだ。このシフト、水の中で CTRL を押すと、こうやって早く泳げることをこの前発見しました。こうやって今までずっとこうやってゆっくり歩いてたんですけど、で、なんだっけな、シフトを押すとこうやって一気に降りれる。
これ置くとまた息できるようになるのかな。あ、出た。お。このマグマブロックってこういう使い方あるのか。マグマって空気と関係あるのかな。おう。あ、これでもう空気いらないや。お、これすごい新発見。お、宝物。あ、宝の地図。なんだ宝の地図って。宝の地図ゲットした。宝の地図ゲット。宝の地図。多分この赤いバツのところに宝物があるってことだと思うんだけど、自分この地図の使い方って未だに分かんないんですよね。ちょっと他にもまだあるから行ってみよう。あ、あそこにもある。本。あ、また宝の地図だ。あ、もう一個あった。おお、なんかいっぱいある。わわ。こんなもんかな。宝の地図もう一個取った。ああ、違う地図だ。どれくらい離れてるのかっていうのが全くわからない。あ、トゲの鎧？何これ？このエンチャント初めて見た。なんだろう、ダメージ跳ね返すとか、そういう感じかな。今度使ってみます。で、白紙の地図を使うと、使いにくいんだよな、これ。もう全然、この表示範囲が狭すぎて。だからなんかこの白紙の地図ってもうなんか全然使わない、いつも。で、宝の地図。ちょっと宝の地図は分かんないので保留しときます。あ、激流2。なんだろう。ちょっとこの激流2っていうのも買ってみよう。あー、失敗した。ちょっとお宝戦で本1冊取ったので、エンチャント本買えると思ったんですけど、本1冊だけあるの邪魔なので、捨てたらもう消えちゃってました。他に本を作る手段もないので、激流っていうエンチャント本はちょっと諦めようと思います。今ちょっと思ったんですけど、このチェストにアイテム入れて、このシルクタッチでチェスト壊すと、このシェルカーボックスと同じみたいに持ち運べるんじゃないかなってちょっと思ったんですけど、ちょっと試してみます。あ、ダメか。なんだ。
よし。じゃあ、橋作り再開します。318470。キノコ島2つ目発見しました。319500ピコピコガラス工場。この丸石がちょっとなくなっちゃったので、ここにガラス工場を作って、ガラスを作りながらしばらくここに住みたいと思います。あ、これでもできるのか。これだと下行かないのか。できたできた。これだとかまどに入れたのがホッパーからチェストに落ちる。こうやると、ここにアイテム入れて、かまどに落ちて、チェストにたまる。ホッパー難しいけど結構面白い。こうやって、こうやって、これでいいのかな。おお。おお、できた。なるほど。こうやれば、おう、ここにレンガがどんどん溜まっていく。よし。よし、できた。319500ピコピコガラス工場。で、ここでガラスを作ります。で、
ここは実際に住むお家なので、実用性重視で作ってます。で、これ最も重要なことなんですけど、今後は必ずこのベッドで寝る。これはもう絶対遵守です。冒険してて夜になったからってこんな感じでベッド出して寝て朝にしてベッド壊すとか、もうこういうことはもう絶対禁止です。でないとまたスタート地点に戻っちゃうので。よーし、新しい家、完成です。あげる？捕まえといたよ。分かった。めっちゃうと思う。出ちゃダメよ。じゃあ豚やってる？ そうだね。じゃあ豚退治。ダイヤの剣持って取った。そうかな。だって豚やってるんでしょ。あ、そうか。じゃあ、はい、どうぞ。あっちほに。どう？いやー、よとったよとった。セーフセーフ。あっちめっちゃつけセーフだったよ。はい、どうぞ。はい、ストップ。いくよ。あって、中入るなっちゃう。うさちゃんもやっちゃうかもよ。うさちゃんやっちゃいそうなの？あ、ぶたちゃんまだ。ぶた。あ、うさちゃん。あ、でも今豚全部だとしたら、うさちゃん死んじゃったよ。じゃあうさちゃんまたトイレ行っても大丈夫でしょ。うさちゃんたくさん拾おう。待って、拾うんじゃなくて、うさちゃんいっぱい食べようですよ。うさ太郎どと？でもうさちゃんがいた。あ、いた。ストップ。ストップ。あ、あっちストップ。死んじゃダメよ、うさ。はい、行って。ゆっくりだよ。いや、ひげ向けたよ。はい、次のうさちゃん。え、また？今日はうさちゃん集め？そう。はい、いいよ。はじきっていこう。うさちゃん同士で決闘させる？そうだね。それであたちゃん生まれさせる？そうだね。それであとちゃんにまた人参いっぱいあげて、大人にさせて、また決闘させる。うん、そうだね。赤ちゃんのうさちゃんって可愛いんだよね。あ、いた、いた。あっち、ストップ。これ待って、ストップしたとないよ。あっち、あっち、いたよ。いた。うん、前行って。あ、しんど。死ぬ。私お腹空いたから、外でご飯食べちゃおう。ダメ。それより、家で迷った。それより迷っちゃったんだけど、足取っち大変だよ。人参持ったらすぐに置いといた。あっ、あっち、いい考えであるよ。そうすれば絶対すぐ捕まえられるよ。それを左手に持ってやるの。それでもう片方にはリードを持っていけば、ほら、ほんとだ。うさちゃん、うさちゃんゾンビになっちゃう。うさちゃんゾンビないよ。それで決闘させる。
嫉妬を申しました？いやだってでもしてください本当はこうですよね。当て込んでくださいって言って、あーかわいい、赤ちゃん、どきなさい、あんたあんたどきなさいよ。あーかわいい、赤ちゃん、赤ちゃんは逃げちゃうからいっぱい出たらちょっと、赤ちゃんも結婚するかしら。あ、次の赤ちゃんを探してみよう。あ、いた、ほら、黒いやつ、うさぴん。いや、あの人に、あの子に結婚してもらおうか。この人男なんだって、どうだか。うさぎどやに弟が来たよ。女だよ、あいつも。あの子も女なんだってとか。でも、はい、でもどうぞ。はい、いいよ。でもこの子まだ赤ちゃんかな。じゃあ結婚されました？待って、いっぱいあげて。待って、この子さ、お大きくなんないと。いや、やりなさい。何してんの？そっちよ。何してんの？人参よ。人参ないのに。ゴーヤおバカよ。あなたは持ってよ。入るよ。で、始めるわよ。赤ちゃんピッチュン。赤ちゃんピッチュン。赤ちゃんピッチュン。結婚する。結婚。あ、かわいい。もう結婚してんのに。かわいい、かわいい。かわいい、かわいい。またあげる？で、できたの？うん。あれ、きょ。人参食べたの？人参食べちゃダメだよ。か。そっち食べなさい。人参はあとでです。あっち、はい、50個。もっとでしょうね。んそんぐらいでいい？まだ。あっち53とは9だどとと1だ3とです。いや、いやあ、死んだ。頑張ったのに。せっかく頑張ったあげた。ここ飛び込んだよ。大成功だったけど。あ、死んだ。やること忘れちゃうんだよ、その人。何するんですか何するんですか？ウサギをたくさん捕まえよう。私は子供よ。あ、大丈夫？ウサ太郎。ウサ太郎に。ウサ太郎じゃない。ウサピンちゃん。ウサピョン？ウサピン。豚ついてきたよ。もうやっつけてやる。豚燃えた。ピューンだって。かわいい。かわいくない。レイ君がいたら私にお任せ。いやー、誰と悪いものいないか。迷っちゃったわ。うふふ。まあいいわ。あやー、たまおいしい。あ、待て。なに、つぴたい。遊びたいっちょ、遊びたいっちょ。あって歌だ、やだ。遊びたいっちょ。そっか。でもこんな歌面白いし。遊びたいっちょ、遊びたいっちょ。ねえ、お尻振っちゃった。遊びたいっちょ、遊びたいっちょ。遊びたいっちょ。ゆずびたいっちょーよー。どこに行ったの？チャカ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 。ゆずびたいっちょ、ゆずびたいっちょ。ゆずびたいっちょが早いバージョン。そうだって、今急いでる。ゆずびたいっちょ、ゆずびたいっちょ。